間冤罪は突然急にやってきます。その時に対応できる知識が必要です。痴漢なんかやっていないのに急に突然痴漢呼ばわりされたらどうするのか、両手を挙げて、私は今から手に何の細工もしない DNA 検査と微物検査をやってください。皆さん、私が手に何の細工もしない証人になってください。 DNA 検査で分かることは、偶然触れた程度なのか、どれぐらいの力で触ったのか、揉みしられたのか、付着した細胞片の濃度で分かるものです。微物検査は、触られた人と言っている人の衣服の繊維が容疑者の手に付着しているか調べる検査です。その検査をやってください。私はやっていない。これからの会話も録音させていただきます。弁護士も呼ばさせていただきます。防犯カメラの記録も要請します。と叫ぶ。そしてスマホを出して録音を始める。弁護士の呼び方を検索して弁護士を呼ぶ。駅員さんもしくは警察が来たら、私が手に何の細工もしていない証人の引き継ぎを行ってください。線路に降りて逃げることは危険です。